他人の悪い行いを見たときにはそれを真似てはいけません。他人の良い行いを見たときにはそれを真似なさい。アグニドケン。悲しいことに世の中には人を騙してお金を得ようとする人がいます。自分のミスを知らないと言い張ったり、他人のせいにしたり、他人の不利益を利用し利益を得ようとする人がいるものです。そういう人を見てあなたは何を思うでしょうか。うまいこと考えるな、今度自分がミスしたら真似しようなどと考えるならとても愚かなことです。そんな当たり前のことをするわけがないと思うかもしれませんが、その当たり前のことができない人が多いのです。あなたも思い当たりませんか？上司がやってるから自分もいいだろう、みんながやってるからこれくらいはいいだろうと真似してしまったこと。悪い行いをすると自分に返ってくるのです。また人の行動は心も支配します。悪い行いをすれば心も悪へと流されていってしまいます。どうせ真似るなら良い行いを真似た方がいいのです。人に親切にし、励まし、褒め、幸せを一緒になって喜ぶ、真摯に仕事に取り組むなど尊敬できる人と感じたら、同じように自分もやってみるのです。良い行いは心を磨きます。温かい心が生まれます。ポジティブな気持ちをいつも持っていられるようになるのです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では。